姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする、うん。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下牢に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。落とし戸か。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。逃げ。電話を聞いてた。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣使徒が潜り込んだぞ。邪魔するぜ。片付けるぞ。さて、どっかに道は。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな。ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。ここに置いたか。
様が死ぬか。出迎え悟空。てめえの部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。シドが来た。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。それにしたってやけに静かだ。ずいぶん派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラート火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか。忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかるというんだ。
そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクト、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。下がれクライム。片付けておけ。二匹か。だがやるしかない。
おい、大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは何？すぐに追いつくさ。分かった。行くぞトルガル。撤収命令だ。支度を急げ。ここから行けるか。さっさと支度しろ。Hmm.
シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手にしゃべるんじゃないよ、うん、よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。家畜ってのは従順に飼われていればいい。Thank you.
どいつもこいつも今すぐ殺してやる。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。日のドミナントはどこだ。
この砦のどこにいる。なんだお前は、何なんだ。クライブ。